キチャンネル。ちょ、こんにちは。さあ、今日は DNA ベイスターズ。はい。DNA。はい。言ってやってください。なんて言ってたんだろう。なんて言ってたか言ってやってください。あ、1位から3位の間にキャッチャーと内野とリリーフを取った方がいいと。うん、言ってますね。あとなんか言ってるかな。先発にこだわらず1位2位で大卒社会人高校生の野手でも OK、 3位以下でピッチャー取りましょうみたいな話してますね。言ってた、うん、見て。え、1位キャッチャー松尾君、はい、2位ピッチャー吉野君、はい、社会人、はい、3位大卒内野手、はい、林君。おお、あ、本当だ。また1位から最大にキャッチャーと内野手取ろうって言ってる。うん、でピッチャー、はい、即戦力リリーフ、うん、って言ってる吉野君。わ、トヨタ自動車から。本当だ、すっごい当たってるじゃないですか。見てたんちゃう、やっぱり見てたのかな、動画参考にしてもらったんちゃう。本当だ、ぴったりだですね。 なかなかないよ、キャッチャー、内野、うん、ピッチャー1位から3位って、1位から3位で、うん、はめ込んでいくの。はい、へえ。しかも俺1位松尾君行くんちゃうかって言ってたからね。言ってましたね、うん、去年はやっぱりこの小園松川で取ろうと思ったら松川取られちゃったから、はい、ひょっとしたら1位松尾くんもあるっていうね、うん、とはもうきっちり取ってて、はい、で4位でね、うん、森下龍大投手、うん、京都国際18歳、5位橋本達也投手、うん、で慶応大学投手、はい、ね、ひょっとしたらこの橋本くんリリーフ入ってくるかもわかんないよね。そうですね、感じ的には、はい、で、育成が、はい、上甲鈴木今野、うん、渡辺草野、はい、保守内野手投手投手投手ねっていうところで、うん、ほら本当ですね。やっぱ理解してるね、うん、俺がね。松尾君1位っていうのをまあ当ててますよね。まあやっぱこれは取っとかなきゃいけなかったね。やっぱり去年本当に松川君絶対取ってたと思う、はい、俺はロッテが取らなかったら、うんうん、まあそこをね今年もう奪われるわけにいかないとっていうところで、うん、あの単独で埋めに行った感じですね、うん、松尾君、うん、行って公言しなかったらもう、うん、ひょっとしてどっかに来られて9時になったら困ると、はい、松尾君1位だ、去年の松川と一緒だよね、はい、1位で行くと思ってないところを黙って1位で行きたい、こちょっと1位だよ。あ、公言しちゃったら、え、松尾君来んの、じゃあ俺も抽選確保で行くかっていうところの玉砕確保でどっか来られても困るじゃん、はい、っていうところでは、うん、ね、あの良かったんちゃうか。だから下手したら阪神とかがね、うん、キャッチャーで松尾君公言してなかったからね、はい、ひょっとしたら来た可能性もあるかもしれないしね、うん、だからそういった意味では良かったね、はい、1位をね、まあ、世代ナンバーワンキャッチャーと言われる松尾くんですから、ね、うんうん、まあ、すぐって言うわけじゃないけどね、うん、この未来に向けてね、はい、これはいいドラフト1位指名だったかなと、はい、で2位が吉野くんね、トヨタ自動車150キロの直球が武器ね、で右投げ右打ちでしょ、はい、これももう即戦力としては、うん、この2位で抑えれてたのは、はい、まあ良かったよね、うん、でだからそれまでも2位で言うと、だからね本当はね、うん、このね小箱投手とか、あ、金村投手とか俺は行きたかったんちゃうかと思うのよ。まあ、でもリストには入ってそうですよね、うん、こうスタイル的に、うん、吉野投手と同じようなスタイルだからね、うん、だからそこら辺のどっちかでっていうところでね、まあ、吉野投手にこのウェバー順っていうところでね、はい、なったんちゃうかと。で3位がね林琢磨選手、はい、駒大から内野手っていうね、うん、ところではまあここね、まあ、ショートの森もあるけども、うん、まあ、ひょっとしたら牧をファーストに回して、うん、セカンドをこの林森で二遊間組む可能性を狙ってるっていうところもあるかもわかんないね、うん、へー、だからこうセカンドじゃんね、はい、で牧をファーストにして、うん、でまあ外もねなかなか打ったり打たなかったりだからちょっと安定感を、まあ、幅広くうまく使えるようにね、うん、っていうところでのこの林選手の3位、はい、うん、でこの森下投手っていうところはまあ高卒だからね、これはまあ未来に向けて、はい、で左付きだね、あ、確かに DNA っていつも多いですよね、うん、で5位の橋本選手はもうこれね、あのいい投手としてリストアップしてたけど、うん、5位までに残ってたから、はい、もうこれは取っとこうっていうね。いや、そう、もうちょっと上位で選ばれるような感じかなってね、うん、思ってましたね。だからもう下手したらやっぱこのね、まあ、リリーバーって書いてるけど、うん、まあ、リリーフでね、はい、どしっと入ってきて、うん、ひょっとしたら伊勢が9回、うん、その前の7、8回に入ってきてくれたらっていう、だから今はね木沢のようにね、うん、ヤクルトの慶応だからね、うん、そういった戦略かなっていうね、うん、で何て言ってもね、はい、俺の印象はね松尾くんもいいんだけども、はい、このね、ドラフト、育成ドラフト1位のね、上古。へぇ、キャッチャー、愛媛マンダリンパイレーツ。何気にいいよ。あ、へぇ、これ多分ね、独立リーグだから育成になってるけど、はい、これもし社会人だったら育成じゃないと思う。はぁ、試合下で指名されてると思う。へぇ、
強肩強打の捕手、社会人時代の2021年の都市対抗では2打席連続ホームランを記録、2022年の前期にはリーグ3位タイの3本塁打を放ったっていう説明もあります、ね、何気にいいの。だから俺はこのね、松尾君よりひょっとしたら上郷君の方が早いかもしれない。あら、君のがそうなんだ、うん、だ松尾君もね、1位だからって言って、うん、いや喜んでる場合だじゃないよ、今年、あるからね、はい、下克上が。あの上国も体格いいですね、184センチ90キロ、うん、あの楽天のね、あソフトバンクのね、はい、あの山下輝数がね、ドラフトの足の方からキャッチャーで1位、はい、育成の会の会が抜いたじゃん、うん、パターンあるからね。あ、なりますね、うんうん、この上国、俺何気にね注目してる、はい、上国注目してきます。俺試合見たことあるんだけど結構いいよ。へえ、だからハマったらね、俺だからやっぱりね、四国アイランドリー独立リーグだから育成になってるっていうパターンも絶対あると思うんだよね、うん、何気に注目してる。へでも DeNA もいいね、はい、まあ、ここはもうしっかり抑えにいってるっていうところでは分かりやすかったし、あと橋本投手を取れたっていうところもね、やっぱりリリーフ厚めにしたいから、まあ、吉野壮士と橋本壮士ね、うん、どちらかが出てくれればっていうところと、はい、まあ、外の加減によってはこの林選手と森選手、二遊間君、牧野コンバートも多分考えてると思うし、うん、まあ、キャッチャーは絶対補強ねしなきゃいけない。で、峰井の FA 問題もあるらしくてね。ああ、そうなんだ、ね、そうか、なんかソフトバンクは手を挙げたら行きますよみたいなね。でも俺が見ねえんだったらソフトバンクなんて行きたくねえよって思うけどね。まあ、だっていますもんね。だってもう補欠で行くようなもんだよ、はい、だ DeNA でいたら、うん、ほぼほぼできないで出れんでしょ、はい、最低でも半分ぐらいは、うん、もうソフトバンク行ったら補欠だよ。そう、補欠になるために FA するって、うん、まあ、甲斐選手まだね、まだ30前後ですから、うん、だから試合出ると思うけど、うん、まあ、立場的には補欠だと思うんだ。そうですね、ちょっとそれはね、うん、うん、と思うけどね。まあ、でもここをね、うん、2人高校生とね、うん、高校生と上国君取ったっていうのは、うん、結構いいドラフトだったし、ね、うん、大きかったと思うよ。スパナビの配信してた時に、うん、あのこの内野手の林拓真選手、うんうん、井端さんが3位だったかな、うん、より下だったら井端さんが見てるチームに入る予定だったらしいんですよ。ああ、そうなの。 NTT、はい、関東か、はい、で東日本、東日本、東日本か、うんうん、そうそう。でも本当に来てほしかったって思うぐらい守備範囲が広くてすごいいい、なんか俊敏だってたかな、すごいいい選手だって言ってましたね、うん、内野手、うん、まあ、打てるかどうかも大事だから。でも守備いいからね、使いやすいっていうところもあるしね、うん、これはだからいいと思うよね。でもそう思う、ここ DeNA 袴田枠なかったっけ。 DeNA 袴田枠今回入らなかったですね、はい、言ってたの。あれ私言いました、ね、ルート消えちゃった？ DeNA ルート。ちょっと消えちゃいましたかね。消えちゃったの、うん、休み違う球団に、あのルート幅広く行きたいの。幅広く行きたいんで、ちょっとあのロッテの育成とかにやっぱ勝俣君ちょっとあれ押し込んじゃった。ちょっと今回は DeNA はダメでしたね、うん、先生どうも。これ僕がね、あのヤクルト編で育成で取ってほしいって言ってた草野君がね、うん、この最後にかかってるんですよ。おー、50名東日本高校入学時の球がね、めちゃくちゃ速くなった。おー、東日本この子にちょっと注目してるんで、まあ、育成の最後になってしまったんですけど、うん、頑張ってほしいなっていう。入ったらこっちのもんだからね。そうですね、そうですよ、うん、だって西武の、ね、水上投手だって育成の4位、うん、そうだね、とかね、うん、ですし、絶対ね、頑張ってほしいです、うん、じゃあ DeNA もまあバランスよくいけた感じですか。そうだね、うん、俺非常に良かったと思うよ。だから他にのこの来年に向けてはこの吉野君と橋本君の頑張りがね、はい、優勝に向けては大きく左右するかもわかんないね、うん、山崎朝彦がいなくなっちゃうからね。ああ、そっか、うん、ポスティングでね。そうだ、あとちょっと先発怪我勝ちっていうところもあるから、はい、まあ、どっちに入ってくるのかっていうところもあるけども、うんうんうん、まあ、ここの2人にはちょっと命運かかってるんじゃないかな、まあ、即戦力2人取ってるので、まあまあ、うん、そうだね、うんうん、であとまあ外野はいるからね、うん、取らなくてもね、はい、今年はね、だから今の足りないところを非常にいい形で補強しながら、うん、DeNA もねバランス的には非常にいいドラフトだったと思います。お、いいじゃないですか。じゃあ来年楽しみですね、はい、まあ、来年ね、うん、優勝をかけてやるのかどうかっていうね、はい、あとあれは上皇君と松尾のねキャッチャー戦いでどっちが勝つのかを、まあ、5年後ぐらいにね見てみたいね、結果を。1位対育成1位で、うん、1位対1位でどっちがキャッチャーとして勝つのかっていうね、うん、ところは5年後ぐらいに、うん、だってもうね入ったら、まあ、ジョーコはね試合間になるもう1ステップ踏まなきゃいけないんでね、はい、うん、そこのハードルはもう1個超えなきゃいけないけどね、うん、まあ、ちょっと楽しみだね、はい、ドラフトって数年後が楽しみですよね。そう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 、うん、順位はね過去の通信簿だからね、はい、未来測るものじゃないからね、うん、まあでもね来年優勝に向けては、はい、吉野君橋本君の頑張りが必須だと思います。今年2位でしたから、はい、はい、